前がそっちの資料のデータより全然硬いんだよ。とにかくアッパの量を増やしてもう一回やってみるから。それは他の会社が引き継ぎますから。会社が潰れるからって途中でほっぽり出すわけいかねえだろ。おいお疲れさん。課長さん、葉っぱ、おらオッケー、グオン。よし、必ず土浦側まで貫通させるぞ。課長、葉っぱ、俺がやります。多分俺はこれで最後なんだ。俺にやらせてくれ。島田、お前そろそろ亀さん人間だろ。大事にしてやれよ。課長、俺はこう見えても昔、葉っぱの鬼と呼ばれた男だ。誰も呼んでない。このままでは、日本は今にバカだらけの国になります。今我が国は大学全入時代に突入しようとしています。大学への入学希望者総数が入学定員総数を下回る状況、それに伴う質の低下、実質日本の大学教育は崩壊しました。一部の私立大学では歴史上の人物の名をひらがなで回答しても正解としています。そうしないと合格者を出せないからです。よし決戦 OK。 よし準備はいいな。はい、開始だ。日本は近年 OECD による国際学習到達度調査でも軒並み順位を落としてきましたが、脱ゆとり教育に方向転換すりゃ否や、その順位を回復し始めました。これは明らかにゆとり教育が間違いであったことを露呈しています。よし、これが俺の最後の葉っぱだ。どけよ。ドカンと行くぞ。イエーイ。皆さん、このまま子どもたちの学力が低下すれば、産業技術や科学技術は他の国に全てを抜かれます。会社の上司は全員外国人、日本人は現場でひたすらこき使われる、そんな時代がすぐそこまで来ているんです。小学校からの徹底した積み込み教育しか方法はない。いやー勉強になりました。ついこの間まで女子大生だった私にはちょっと耳の痛い話でしたけど。あ、そういえば新校長来週から着任だそうですね。ていうかもう2学期始まっちゃってますけど、いくら民間人だからってトンネル工事終わるまで待てって、これどうなんでしょうね。ここの卒業生らしいですよ。サラリーマンを辞めて未経験の教育、しかも校長。
いくら国の政策とはいえ一体何を考えてんだか。まあきっと教育を舐めてるんでしょう。私もそう思います。素人に何ができるっていうのよね、桐原先生。いや、民間人校長面白いかもしれませんよ。ですよね。トンネル工事か。バカって空気感染すんだよ。消毒しなきゃ。おい、何してんだ！やめろ！ウイルスってさ、焼いたら殺せるんでしょ？やめろ。やめろ。やめろ！ほら！お前ら何してんだ？別に。嘘つけ。今ライターで火つけようとしてただろう。これさっき拾ったんです。火がつくかどうか確認してゴミだった家に持ち帰ってママに捨ててもらうつもりだったんです。エリクス言ってないでライターよこせ。ほら、それからお前らいじめはダメだぞ。3対1とは卑怯じゃないか。何のことですか。僕たち一緒に帰ってただけですな。いじめられてなんかないです。ただ自分で転んでランドセル落としただけです。突き飛ばされてたろ。ランドセル棒に投げられてた。俺ちゃんと見てたぞ。そうだよね田中。突き飛ばされてません。いじめられてません。おい、だからほっといてください。おい田中、おいちょっと待て。ほらね、今みたいなの言いがかりって言うんじゃないですか。僕たちに対する名誉毀損っていうか。僕たちいじめとかそんな野蛮なことしません。まあいいから、ほらライターよこせ。子供が持つもんじゃないだろ。嫌です。ライターは私の所有物です。それを無理やり取り上げて自分のものにするなんて所有権の侵害です。所有権の侵害か。可愛くないガキだね。ほらライターよこせ。ほら何するんですか。やめてください。どうした？あんた何やってんだ？助けてください。変態ですこのおじさん。私のスカートにいきなり手を入れてきたんです。ああ、なんてことをしてんだ。ちょっと一緒に来い。何やってんの。おいおい、俺の話を聞けって。いいから来い。だから話せって。抵抗する気か。俺はこの学校の校長先生だ。ドラマチックサンデーは自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王の提供でお送りします。遅いですね。今日で間違いないですよね。もうとっくに過ぎてる時間なんですけどね。時間にルーズな人は困るな。僕は男も一応です。すみません、不審者を捕まえたんですが、こいつが自分はここの校長だと言い張っておりまして。だから俺は校長なんです。うるせえ。お前が女の子の下腹部を触ろうとしてるとこ私はこの目で見てるんだぞ。確かに本人です。成瀬誠一郎校長。なんで警備員に。なんで校長が女の子のスカートの中に手なんか。スカートの中じゃなくてポケット。子供がポケットの中にライターを。最低です。子供を言い訳に使うなんて。大体ポケットでもダメですよ。そんな手を突っ込むなんて信じらんない。この人が本当に校長なんですか。あなたのおじい様である元教育委員長の竹地幹四郎先生のご推薦ですよ。え、うちのおじいちゃんの推薦。そう、聞いてない。
と本人だということは確認できましたから、あとは我々に任せてください。はい、失礼します。おいおい、それだけかよ。だから誤解だって言ってるでしょ。いや、だから誤解ですよ。俺ほど平凡でストレートな人間いませんよ。じゃあなんで大の大人が小学生の女の子のスカートのポケットに手を突っ込むんですか。だから突っ込んでないって。それよりいじめの方が問題じゃないんですか。女の子一人と男の子二人が寄ってたかって一人の男の子をいじめてた。本当ですって。俺はこの目で見たんですから。5年生の田中由紀、本人はいじめじゃないって言ってましたけど、あれは正真正銘のいじめです。あの、児童の名前は名字にさん付けで呼んでください。は？呼び捨てや名前で呼ぶと教師がその児童に必要以上な感情を持ってしまいがちなんです。その必要以上な感情が行き過ぎた指導、つまり体罰などに発展しかねない。だから教師は節度を保つためにさん付けで呼ぶ。ですよね、桐原先生。そもそも本当にいじめだったんですか。え？いやいや、子供というものは傍から見るとこのいじめに見えるようなこうじゃれ合いをするものです。新校長はまだ子供という生き物に慣れていらっしゃらないからお分かりにならない。ねえ、桐原先生。なるほど、小学校もゼネコンのトンネル工事も一緒だな。え？課長って肩書きだけじゃ現場の荒くれ者はまとめられない。かといって遠慮してハイハイ言ってるだけじゃ現場のリーダーにはなれない。俺も校長として給料もらう以上、これから自分が正しいと信じたことはガンガンやります。ガンガンって、ガンガンって何です。ここは学校ですよ。トンネル工事と教育は一緒ですか。いや、とにかくあれはいじめだった。教師はいじめを見て見ぬふりをするべきじゃない。そう思いませんか、桐原先生。見たところあなたが現場で一番信頼されている先生のようですが、桐原伊織先生、1971年4月10日生まれの39歳、東京学芸大学出身、6年生担任で教務主任。職員のプロフィールをわざわざ覚えてきたんですか。相手の名前と経歴ぐらいは最初からきちんと覚えておかないとどんな現場もまとめられない。トンネル工事ってやつはお互い命を預ける仕事なんでね。大橋仁先生、1980年8月11日生まれの30歳、5年生担任、過去走り幅跳びでインターハイ出場経験あり、趣味は教師ごっこ。うわ、ちょっと待ってください、どこの資料にそんなことが書いてあったんですか。続いてあなたが脇屋九十郎副校長、1952年7月4日生まれの58歳、娘さんが2人に、趣味はカラオケ。そしてあなたが竹地香乃子先生、1988年3月3日生まれの22歳、非常勤講師。あ、おじいさんの竹地幹代さんは俺の恩師です。今日から竹地家で下宿することになるんでよろしく。え、うちで下宿。そう。そしてあなたが養護教諭の岡本幸恵先生、1976。それ以上は企業秘密で、保健の先生っていうのはミステリアスな方がいいんです。児童たちにとってマチルダ注意的な存在でいたいっていうか。マチルダ注意。ああ、ガンダム。いや、懐かしいなそしてあなたが元木雄一先生、4年生担任、教師2年目。お互い新米同士、頑張ろう。僕は校長先生と違ってちゃんとした国家資格持ってますから。そしてこちらが1年生担任の村上美香子先生、2年生担任の柏葉太一先生、3年生担任の西園寺彩先生。それぞれ生年月日とご趣味が。まあ、校長先生のやる気はよく分かりました。今日のところはそれくらいで。所用がありますのでお先に失礼します。副校長、はい、そろそろ顔合わせは終わりでいいんじゃ。桐原先生もお帰りになったことですし。そうですよ、そうしましょう。じゃあ校長、今日はその方向で。あ、皆さん、成瀬誠一郎です。よろしくお願いします。あ、竹下先生すみません、後で家までお願いします。は？
成瀬誠一郎、本日からお世話になります。お邪魔します。悪いわ、成瀬さんの歓迎会のつもりだったのに料理してもらうなんて。自分は居候させていただく身なんで、できることは何でもやらせてください。スイッチだけじゃなくて、休みの日は掃除も洗濯も。わー、男の人なのに家事ができるなんて、私の元旦那に聞かせてやりたいわ。現場は男状態だったんでね、料理はいつもやってたし、掃除も洗濯も得意ですよ。素敵。あー、なんでこういう人と結婚しなかったんだろう。うん、うまい。うわー、よーし。うわ、デカ盛りこれ中華ラムンサオトーイ、ベトナム風野菜炒め。いや、この間まで現場で一緒だったパキスタン人に教えてもらったんですよ。これうまいですよ。あと基礎のスンキ漬けと蕎麦のサラダとカス汁。パキスタン人なのにベトナム料理。基礎の郷土料理にカス汁は新潟、地域色豊かね。今年の現場っていうのはもう本当にいろんなやつがいましたからね。ただいま。あ、おかえりなさい。あ、竹下先生、おかえりなさい。本日からお世話になります。あー、来てたか来てたか。いや、先生はやめてよ、もう先生じゃないんだから。ああ、うちには現役の竹下先生もいるし。そうか。いや、でもどうやって呼んだらいいか。ミキちゃん。ミキちゃんですか。いや、ではミキちゃん。はい。いや、本日から改めてお世話になります。いいね。いや、なんか嬉しいね。やってますよ。これね、幻と言われてる薩摩の芋焼酎どむらさき。いや、うまそう。これ行こう、ゆり子ロックで。はいはい。なんかいつもと違うね。なんていうか豪快だね。おじいちゃん、私何にも聞いてないんだけど。おじいちゃんが新しい校長を推薦するとか、うちに下宿させるとか。突然の方が人生楽しいだろ。あのね、いくら民間人なんちゃら政策だからって向き不向きがあるんじゃない。今日なんてこの人女の子のスカートのポケットを。だからそれ誤解だって。こんなに素敵な校長先生なんていいわね、かの子。素敵じゃないわよ。てかお姉ちゃんいつまでいる気。さっさと自分家帰んなさいよね。私の家はこの家です。まだ席抜いてないでしょ。法律はそうでも気持ちは抜いてるんです。何よそれ。だから法律はそうだけど気持ちは抜いてるとか。いい加減にしなさいよ。私に似ないで短気な孫たちでね、一度っきりの浮気ぐらい許してやんなさいよ。いや、浮気ですか。いや、わかんないな、こんな綺麗な奥さんがいて。やめー、綺麗だなんて、このコケ殺し。あんたコケじゃないし。例えよ例え。はいはい、ゆり子もかの子も喧嘩しないで、みんな仲良く成瀬くんの料理を堪能しようじゃないか。いや、成瀬くんなんて先生に呼ばれるとなんか照れますね。先生じゃなくてミキちゃん。そうでした。おじいちゃん話そらさないでよ。どうしてこの人推薦したの。他には候補いたんでしょ、もっと校長先生にふさわしい人とか。成瀬くんほどふさわしい人間はいないよ。野球チームの猛者をまとめるキャプテンのみならず、ガキ大将や隣町の年上の不良だって手なずけちゃう。成瀬くんは小学生の時から天性のリーダーだった。あー、その時に出会いたかったな。トンネル工事の現場でもとても優秀な現場監督だって聞いてたからね。民間人校長制度導入の話が出た時、ちょうど佐島建設が倒産するって知って、真っ先に成瀬くんに連絡したんだな。いや、びっくりしましたよ。いきなり31年前の約束を覚えてるかですから。31年前の約束って何。それは内緒です。内緒。何よそれ。秘密のある男っていいわ。とにかくもうおじいちゃんの頃とは時代が違うの。今我が国は大学全入時代に突入しようとしているの。大学崩壊でホワイトカラーはみんな外国人で、日本人はバカばっかりだから、データに基づいた対策を練って効率的な対応していかなきゃなの。昔の熱血教師ドラマみたいな風にはね、通用しないんだから。じゃあ乾杯しよっか。はい、ね、じゃあ乾杯。大体ね、素人校長を採用しようってところから間違ってんのよ。教師は子供だけをね、相手にしてるんじゃないんだから。保護者がものすごくうるさいし、教育委員会だって無理難題言ってくるし、教師のうつ病だってね、急激に増えてるんだから。みんなみんなもう何も知らなくてもう寝る。うまいですね。昔とは違うっつうの。私の話を聞けっつうの。
活全滅だったんだろう。なんかごめんなさいね、あの子いつまでも子供で。ああいやいやいいんです、まあ、正直素人ですから。俺だってトンネル工事に学校の先生がやってきたら言いますよ。大いに結構、時代錯誤大いに結構。じゃあ素人校長に乾杯。乾杯。いつまで寝てるの？ご飯食べちゃったよ。校長先生はとっくに学校行ったわよ。え、こんなに早くからお出かけなんですかって聞いたら、現場には一番最初に入る、それも現場監督の仕事です。くーかっこいい。やっぱ皆さん、今日は新しい校長先生をご紹介します。成瀬校長です。皆さん、おはようございます。今日からこの学校の校長先生やります、成瀬誠一郎です。うわ、あいつ本当に校長だったんだ。俺たちヤバくね？全然平気だよ。大人は私たちに何もできないんだから。先生はこの間まで建設会社で働いていました。まだ自分を先生って呼ぶことにすら慣れてません。半年前まで自分が校長先生をやるなんて思ってもみませんでした。でもやるからには全力でやります。はっきり言います、今日から新宮小学校は児童も教師も含めて俺のチーム、チーム成瀬だ。そしてチーム成瀬にはいくつかのルールがあります。俺が20年のトンネル工事で試行錯誤して決めてきたルールです。1つ、喧嘩は翌日まで持ち越さない。2つ、喧嘩に武器は使わない。3つ、悪口は面と向かって言う。4つ、出されたものは残さず食べる。おい、そこ。立て、ほら立て立て、ほら立て立て、あともう少しだ、最後までちゃんとやれ。今は頑張らせないんです。頑張らせないって何を言ってんだよ。ほらほら、本当につらいものだけ座れ。
校長。はい。先に進めてください。あ、はい。来週の読書週間の感想文。おい、ちょっと待ってくれ。俺の話はまだ終わってないよ。いやいや、校長、今日はもう時間がありませんので、その続きはまた今度ということでね。今日の朝礼は終わります。みんな教室に入る前は手洗いとうがいを必ずするように。じゃあみんな教室に戻って。はい。桐原先生、この後話せますか？この後は授業がありますんで。なら昼休みにでも時間作ってもらうことできないかな？校長がもう少しこの学校に慣れて、生徒の置かれてる環境を学習してからにしましょう。では。おい、ちょっと待ってくれ。成瀬校長にはまず、その学校内のご案内をしなくては。ねね、武井先生お願いします。はい。学校案内ですよ。校長連れ出してこれ以上絡まれたら桐原先生にご迷惑です。私がですか？お願いします。ちょっと、桐原先生っていつ毎日？ええ、まあそうですね。実際桐原先生のおかげで私立中学への進学率も上がってますし、発言権があるんです。ここからが児童たちのクラスになります。うん、1学年1学級か。少子化なので、その上学校自由選択制になったし、うちの学校も空き教室だらけなんです。おい田中、おい田中、お前5年生だろ？体育館で5年生の列並んでたよな。大橋先生のクラスだろ？児童の名前はさん付けで、呼び捨てにしないでください。はいはい。田中優輝くん。違います。あなたのクラスはこっち。田中さん、男女さんと組んで区別すると男女差別になるんです。だから全て3で。男女差別だったら呼び捨てでいいじゃないか。おい田中、教室通り過ぎてるぞ。ここだろ？違います。ん？何？聞こえないよ。違います。いや、5年生だろ？だったら教室ここじゃないか。校長、実はですね、僕は特別に、みんなと教室は別々にしてもらってるんです。特別？あ、だから田中さんの場合はいろいろとその。いろいろとその。いや、だから、あの、誰にも邪魔されずに自分のペースで勉強したいから別なんです。なんだそりゃ。あの、もういいですか？僕行かなくちゃいけないです。大橋先生、特別って一体何ですか？え、何すかいきなり。一人だけ別の教室で勉強って、いくら頭がいいからって一人だけチヤホヤしてどうすんですか？え、頭がいい？誰が？誰がって先生のクラスの田中優希。ほら、また3をつけてください。もう3を。3、どうだっていいんだよそんなことは。勉強ができるからって田中のことをどうしてあそこまで特別扱いするんですか？教師がそういうことするから他の児童が田中のことをいじめたりするんじゃないですか？頭がいいからいじめられてる。彼がそう言ったんですか？いや確かにいじめられていた。俺が見た限りあれはいじめだった。成瀬校長、いじめはないです。田中さんの隔離学級はいじめとは関係ないです。隔離学級なんですかそれは？隔離学級というのは現実的な対処です。現実的な対処？児童を選別して対処しています。それが現実的な教育です。おいおい、ここは工場じゃなくて学校だろ。生徒を隔離して済ますのか？いじめの問題も根本から解決するために戦うのが教師の仕事じゃないのか？ですからいじめはない。いじめは解決できません。いじめは決してなくならない。人間というものはそもそも弱者をいじめる動物です。おい、教師がそういうこと言っていいのかよ。事実は事実です。あの、あと一つ校長は勘違いなさってます。その児童は勉強ができるから特別なんじゃなくて、突出して勉強ができないから特別なんです。え？特もできない児童を分数をやろうとしているクラスに置いとくとどうなるか。授業が遅れる、他の子たちから露骨に文句が出る。それが結果としていじめのエスカレートにつながるかもしれない。
だからクラスを特別に分けているんです。九九ができない。あいつ頭が良さそうな素振り見せてたぞ。だからそういう子なんです。嘘とまでは言わないけど誤解をされるような言い方をするというか。あの態度がますますいじめらじゃなくていじられちゃうんですよね、うん、素直じゃないっていうか可愛がないっていうか。まあまあまあ小学生の他愛もない嘘なんですから、そんなに怒らなくてもねえ桐原先生。いじめと本気で向き合うつもりなら理想論を振りかざす前にきちんと現実を理解してください。失礼、授業がありますんで。校長先生、案内の続きは。いやー、一本取られたな。先生大丈夫大丈夫、新人の特権はミスが許されることだ。めげずに次にチャレンジしていけばいいんだ。竹先生、学校案内お願いします。何一人で参って一人で立ち直ってるんですか。します。検食。はい、事前に給食を食べて量、味付け、盛り付け、色彩、異物混入、異民酒、熱処理は適切か、食器は清潔かなどを検査します。これも校長先生の仕事なので。おお、なるほど。まあ毒味ってことね。でも15分前ってこれじゃ食中毒の予防にもならなくないか。まあ、トリカブトや青酸カリを警戒してますって言うんだったらともかく。決まりですから、検食を行った時間と先生の意見と検食の結果をこの検食簿に必ず記入してくださいね。はい、わかりました。じゃあいただきます。あ、そうだ武先生、後でちょっと手伝ってもらいたいことがあるんですけど。手伝い。はい。何が特別だよ、つまんない嘘つきやがって。僕嘘なんてついてません。まあいいさ、まあ一緒に昼飯でも食べような。ったく、なんで私まで。飯は大勢食べた方が美味しいでしょ。ではいただきます。いただきます。おい、何ぼーっとしてんだ。ほら、いただきますって。いただきます。おい、小さいなお前。はい。校長、それ2食目ですよね。うん、よくありますね。楽勝だよ、肉体労働は食わなきゃバテる。おい、お前飯のついでに聞くけどさ、実はバカ。ちょ、いきなりストレートすぎませんか。バカじゃないです。うん、クックできないんだって。できないんじゃありません。じゃあ何。できるけどやらないだけです。お前すごいヘリクスだね。俺が42年間聞いてきた中でもトップクラスのヘリクスだ今のは。やればできるのはやればいいじゃないか。やればできるけどやらないです。なんでやんないんだよ。聞くなんてくだらないから。この野郎。ちょっと校長先生、ダメです。それは何が。暴力と体罰は本当にダメです。体罰じゃないよ、これは愛の梅干しだよ。ちょっともう。おい、ゆき、よく聞けよ。暴力とは暴れる力と書くんだ。俺が暴れたらこんなもんじゃ済まないよ。これのどこが暴力なんだ。学校教育法第11条に言う体罰とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味し、身体に対する侵害を内容とする懲戒、殴る蹴るの類がこれに該当するんです。被罰者に肉体的苦痛を与える懲戒は全て体罰です。俺はな、君のじいちゃん先生にこの100倍は殴られたぞ。おかげで見てみろ、こんな立派な社会人になれた。それは時代が違うんです。
今は体罰を行った場合、校長や教員は傷害罪、暴行罪などに問われ、罰金や懲役などの刑罰を受けたり、体罰によって被った障害の治療費等の。難しいことは知らんよ。でもそんな時代間違ってる。は？俺はこの学校の生徒全員の父親になりたいんだ。俺の原骨は言えば親父の原骨だ。ダメだこの人。くだらないからやらないか。ごまかすな。俺はな、そういうごまかしが一番嫌いなんだよ。ん？本当はどうなんだ。たかがククじゃないか。たかがククもできないのか、このバカ。クにやろ。あんた、それにバカなんて、そんな言い方ひどいです。バカをバカと言って何が悪い。誰だってな、できないことはある。できないことは悪いことじゃないよ。悪いのはできないのにそれを認めなかったりごまかしたりすることだ。ゆうき、クックをやるんだよ。よし、俺たち3人は今日からチームナルサだ。え、ちょっと待って、どうして3人なんですか。やるよな。俺にここまで言われてやらないなんて男じゃないぞ。クックやるよな。私はやりませんよ。いろいろと忙しいんですから。返事は。はい。よし、男に二言はなしだ。俺はこう見えても昔クックの鬼と言われた男だ。やり方は任せる。クの鬼ってどんな鬼よ。あ、成瀬校長、私と田中さんは午後から音楽なので音楽室に行かなきゃいけないんですけど。そうか、じゃあチーム成瀬は明日からだな。楽しみにしておけよ。やっぱりでかいな。先生、3分俺にくれないか。あ、ちょっと授業中っすよ。何すか。あの3人の子の名前は。アファラ翔子さん、清水俊也さん、松下由里さんです。昨日はご挨拶だったな。すみません、校長先生と知らなくて。知らない人から話しかけられたら気をつけなさいってママから言われてて。まあいいさ。ところで田中勇気のことなんだけど、お前ら3人に言いたいことがあってな。いや、3人だけじゃない、クラス全員聞いてくれ。田中さんのことで何かっていうか、校長先生、ちゃんと児童はさん付けで呼んでもらわないと。いいんだよそんな些細なことは。ねえ、別に今読まなくてもいいんじゃない。ちゃんと校長先生の話聞こうよ。おい、人が話してる時には人の目を見ろ。あの、授業の妨げになるのでお話があるのはさっさと済ませていただけませんか。おお、女の子の方が根性あるな。あと2分です。お前たち、田中がクックを覚えられないからいじめてるんだな。5年にもなってクックができないのはバカじゃないですか。そっか、まあいじめてるとは答えられないな。田中はこれからクックを覚える。あいつがしっかり覚えたらもういじめたりすんだよな。もうバカなんて言うなよ。バカじゃなくなればバカとは呼びません。よし、女に二言はなしだ。あと1分。他のみんなもだぞ。
田中が九九を覚えたら教室に戻す。全員約束は守れよ。大橋先生、散歩ありがとうございました。あれ、脇谷先生までどうしたんですか。どうしたんですかじゃないでしょう。え、授業に乱入したりして何をお考えになってるんですか。授業というものはきちんとカリキュラム通りに進めなければいけないんですよ。それより脇谷先生、校長として読むべき資料用意してもらってもいいですか。俺も偉そうなことを言う前にちゃんと勉強しておかなきゃと思いまして。はい、まあ用意はしますけど、大橋先生の授業がですね。じゃあ皆さん勉強頑張って。と校長、今すぐ用意してよろしいでしょうか。はい、もちろんです。ただいま。おかえりなさい。ゆりか。はい。酒屋の若旦那がいいのくれたんだよ。幻の大吟醸つくもが。99と書いてつくもと読むんだよ。すごいね、美味しそうだけど。作るったって何人分作ってんのよ。これ4人前の倍もあるよ。老人と女子だけなのにどうすんのよ。この量頑張るけど。もうね、すごいの。忙しいので簡単なものですいませんとか言って、これ15分で作っちゃったの。やっぱりさ、今度結婚するならさ、料理のできる男やね。まだ正式に別れてもないくせに相手がこねてるだけだもん。私の心は分かられるもん。はいはい。で、その素敵な料理長は。あ、なんか急ぎの電話があるからって部屋。ん、じゃあこのつくも川見せたら飛んでくるね。呼んでくる。もう食べても食べても減らないよ。私をデブにする気かな。だからククだよ。どうやって覚えた。いや、できない生徒にククを覚えさせる方法を探してるんだよ。え、普通にスラスラ覚えた。お前が実は学校で頭良かった。お前それじゃ何の参考にもならないだろう。ああ、じゃあな、またな。よし、次は北村。あいつは絶対バカだから大丈夫だろう。ああ、もしもし、来たの。お、今大丈夫。ちょっと聞きたいんだけどさ、お前ククってどうやって覚えた。クク、ああ覚えてないっすよ。あんなもんね、覚えてなくたってなんとかなりますって。お前やっぱりバカだな。ああ、ありがとう。クク、ああそらほら、あれっすよ、雑と金かけてチンチロリンで。はい、ダメだ、使えない。救急、救急って何ですか。お前に聞いた俺がバカだった、忘れてくれ。そんなこと俺たちに聞くなんて課長らしくないっすね。らしくない。いつだって課長は自分のやりたいようにやってきたじゃないっすか。俺たちの意見なんて1ミリも聞かないで。よく言うよ、そんなことないぞ。いいえ、一見みんなの意見を取り入れてる風で、でも結局は課長は課長のやり方を押し通してたっす。それでいいっすよ。そういう課長の馬力に俺たちはもうしびれてたんすから。本当ですよ。俺らしいやり方か。ああ、食べ過ぎた。明日からダイエットしよう。竹先生、明日ジャージ持参でよろしく。ジャージ、明日体育の授業ないですけど。いや、とにかく一限からジャージで校庭に集合でよろしく。お、俺もいただいちゃおうかな。今日はとっておき幻の大吟醸つくも川。あい、すいません。おお、ほいじゃあ乾杯。なんか嫌な予感がする。ここまでは花王の提供でお送りしました。おはよう。今から走りながらクク覚えるぞ。え、なんで走りながら。俺もガキの頃暗記が苦手でな、授業中答えを間違えるたびによく校庭を走らされた。走りながら正しい答えを叫ばされるとあら不思議、いつの間にか覚えちまう。俺はそうやってククも英単語も日本史の年号も全部覚えた。今それやったらクレーム殺到間違いなしですよ。てか、なんで私まで巻き込まれなきゃいけないんですか。今一番大事なのは勇気にククを覚えさせること。ククを
クリア。この調子で竹先生、今日は最低でも4の段までよろしく。え、校長先生どちらへ？俺はこう見えても新米校長だからさ、実はいろいろと決裁業務があるらしくて。じゃあ集中集中。いや戦争、ちょっとなんで君が住んでんの？ほら戻って、いいつがね、無理してませんか？え、いえ、まあちょっと昨日の合コンで飲みすぎてカッコつけて無理に強い酒飲みすぎちゃって失敗したっす。え、みんなおはよう。はい、静かに静かに、出席取るよ。ゾンビいいから、親子読書会の実地承認申請について、このハンコでお願いします。あ、はい。まあ、随分立派なハンコですね。じゃあ押させていただきます。よし、次は物品購買請求書。はい、このハンコでお願いします。はい。翔太郎元気か？俺は元気だ。トンネルの仕事から昨日小学校の校長先生に仕事が変わりました。久しぶりの小学校はなんだか俺が通っていた頃とは違うよ。先生の話はちゃんと聞きましょうね。やめちゃって人手が足りないのよ。晩ご飯温めて食べてね。学校からのお知らせはない？うん、献立表とあと注射のお知らせ。あ、そう。じゃあ読まなくても大丈夫ね。もう行かなくちゃ。そこ置いといて。あと勉強は大丈夫ってずっと嘘だったの？ゆうきはお母さんにずっとずっと嘘ついてたの。お父さんが死んだ時二人で約束したよね。お母さんは看護師の仕事を頑張って絶対ゆうきを大学まで行かせるから、ゆうきは勉強頑張るって。特別クラスってそういうことだったの？あんたがバカだから特別だったの？お母さんが働いてるせい？夜勤で家を空けるから？
九九ができないのはお母さんのせいなの？働いて家にいない時ずっとサボってたの？お母さんがこんなに疲れて辛い思いして働いてるっていうのに、誰のためにこんな苦労してると思ってるのよ！黙ってないで何とか言いなさい！もういい、もうあんたなんかうちの子じゃない！詩を読み終わったら朝の5時だったからさ、そのまま寝ちゃったよ。あ、後で校庭に顔出すよ。俺も一緒に走るからさ。今日は一気に九の段まで行けると素晴らしいな。実はまだ田中さんが来てなくて、昨日一日中体動かしたから体調崩したんじゃ。あのくらいで？へえ。そんなバカな。そりゃおかしいな。学校休むなら普通親が電話してくるよな。寝てるんですかね。あいつんち確か母子家庭だったぞ。ちょっとこれね。どこにかけるんです？うん、母親の職場。はい、少々お待ちください。田中さん、学校からお電話です。学校？田中です。あ、新宮小学校校長の成瀬と言います。あのお母さん、ゆうきくん今朝は。あ、私夜勤で昨夜から家には帰ってないんですが、ゆうきが何か。いや、学校に来てないんです。電話をかけても誰も出なくて。あのお母さん、あの一度家に戻ってゆうきくんの様子見てきていただけますか？あ、それは無理です。仕事がまだまだありますから。いや、お子さんが連絡なしに学校に来てないんですよ。私が起こさないから寝てるんでしょ。後で叱っておきます。あ、いやいや、そういうことではなくて。とにかく忙しいんです。ゆうきは多分大丈夫です。いや、多分って、ゆうきのお母さんはあなたしかいないんですよ。失礼します。よし、行こう。どこへ？田中勇気の家だよ。田中1010だ。おゆき、おゆき、校長先生だ。おゆき、いるなら返事しろ。ゆき、ゆき。田中さんいないんじゃないですか？帰ってください。おい、どうした？ゆき、いるじゃないか。体調でも悪いのか？
帰ってください。僕はいない方がいいんです。学校にもうちにも、ただ迷惑をかけてるだけなんです。おい、ゆうき、どうした？お前何やってんだよ。ゆうき、ほら、ここ開けな。田中さん、救急隊だ。おい、ゆうき、どうした？ゆうき、元気そうじゃないか。あ、寝坊か。今日は五郎団からだったんだぞ。武志先生ずっと待ってたんだから。校長先生がどうしてうちに？俺はこう見えても昔家庭訪問の鬼と言われた男だ。鼻が利くんだよ。嘘だ。本当だよ。まあ訪問して家で酒飲んでるだけだけどな。そんなことよりは、まあ、そのリンゴ切るやつそこに置け。今使わないだろう。いない方がいいんだ。ん？バカな子供なんていない方がいいんだ。そんなことあるか。ちゃんと句覚えたじゃないか。四の段までしっかり覚えたじゃないか。バカなんだ。僕はバカで嘘つきて、みんなのお荷物だ。みんな、僕がいない方が幸せなんだ。そんなこと言うな。来るな。ゆき。先生、違う。血なんかどうだっていい。こんなもん振り回しやがって。自分が何しようとしたか分かってんのか、ユキ。一度決めたことは最後までやり通せ。最後までやれば何かが残る。何かが残れば人はそれを誇りにできる。自分に誇りが持てればきっと強くなれる。こんな傷なんか全然痛くないぞ。途中で投げ出す傷に比べたら、こんな傷なんか全然痛くないぞ。先生、お前途中で投げ出したらこのままバカのまんまだ。生きたらいくらでも変わるチャンスがあるっていうのに。おバカやろ。覚えたくなくて覚えなかったわけじゃない。2年生の時、友達とふざけて階段から落ちて骨折して、2ヶ月入院してる間に過去の授業終わってた。入院してたんだから仕方ないじゃないか。後からでも追いつけなかったのか。先生に過去教えてくださいって言ったら、そんなのは塾とか家庭教師に教えてもらえって。お母さんに相談しなかったのか。だってお母さん仕事忙しかったから。
でもこれだけは忘れんな。死んだ方がいい子供なんかいやしない。子供は大人より先死んじゃいけないんだ。よーし、学校までくくいながら走るぞ。先生。お、サンキュー。なりますから。ちゃんとクリーニングして返してくださいよ。はいはい。よーし、チーム鳴らせ、行くぞ。いや、この間は脇谷副校長。はい。あの人たち何ですか。関口会長、あれがその新しい校長です。ハッパ64、ハック70、なんだっけ、そう、ハック71、72。ああ、そうだ、72。よし、ユキ、八の段もう一回最初から行くぞ。はい。ブレケ81が8。校長、君の PTA 役員会の時間です。待たせておけ。たった一人の児童のためにですか。皆さんお待ちなんですよ。行かないとは言ってない。ちょっと待ってくれと言ってるんだ。あと何分ですか。こいつが九九を全部覚えるまでだ。それじゃ困りますね、桐原先生。一人としっかり向き合えない奴は100人とも向き合えない。今は PTA 役員会よりこいつを優先する。俺はそういう校長だ。30分、それ以上は待てません。ちょっと桐原先生、いいんですかそんなこと言って。よーし、町の段始めから行くぞ。81が8、86、82、16、83、24、83、24、83、32、83、32、83、32。あいつマジでクク覚えてるぞ。32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74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 、73
最初から。どうした、まさか降参するのか。うん、
3年もかかってくこぼれなかったやつがたった2日で覚えたんだぞ。こんなすごい話あるか。おゆき、最後までよく頑張ったな。よし、ほらお母さん待ってるぞ、行ってこい。お母さん、クグできた、クグできたよ。ごめんね、ゆき、ごめんね。お母さん悪くない、僕がお母さん、ごめんなさい。30分ありがとう。私の経験によれば、こういうパフォーマンスはかえって逆効果です。は、微妙なバランスが崩れ、より傷が深くなる。ゆきのバカがさ、校長と仲良くなっちゃったじゃん。だからこれからあいついじめんのめんどくさそうなんだよね。ああ、うん、そうだね。でもさ、誰もいじめないっていうのもつまんないじゃん。うん、だからさ、あんたに相談があるんだけどさ、今日から空気はあんたってことでいいかな。白石さんが空気になるからよろしく。二人の将来に傷がつくとすれば、あなたに責任があります。